事故物件、スタート。真っ暗だ。あいつ、急に家に来いって。なんでかな。なんでかな。なんでだろうな。何の音だ。嫌な音だな。真っ白で何にも見えないじゃないか。なんだ。何かあるのか。 10円だやった10円は非常に役に立つからなあとは100円さえあれば飲み物が買える合ってるのかな合ってるのかなどうだろう合ってるんだろうな道が分かんないなんだなんだ猫かどうしたかわいそう 誰かにやられたんじゃないのかいんおかしくはないかこんなところでしけだくっさこんなところにしけを捨てやがった。それも先に家に入っててって言われたけど、あいつバイトでもしてたっけうーんどうだっけ誰かいるぞ誰かいるぞ カエルの置物かい人がうずくまってると思ったらお前カエルの置物ってお前。そんなことあるかでなんか10円拾ったのずっと出てるけどマークずっと10円のマーク出てる。祈る。祈ろうぜ。なんだ力を得たか 私歩くのとろいわよね喋るのもとろいけど歩くのもとろいのよねこの上じゃないかしらなんとなくわかるのだいたい2階なのよねノックしちゃうすみませんはい本当に誰もいないんだどこかから入れないかなやばいや,女やけこんなんどこに鍵あるって言ってたっけ ああ、鍵をどっかに置いてあった。忘れ,った忘れちゃったの ?LINE か何かに残しておきなさい、そういうのは。あ思い出した。った言ってたの、そうなの。じゃあ、見てみるね。私、見たんだけどね、最初ね。はい、ゆっくりさーっとどかして。鍵、でかいね。あ、鍵、でか。はい。このでっかい鍵で開けんの あら、開いた、でっかいか、綺麗ねえ、フローリングやっても、テっかてかだねえ、フローリング。てっかてか。こんなに艶出しして大丈夫かヌルヌルで滑っちゃうんじゃないか音が全くしなくなったわ。誰よ、こんなところに穴開けたのこれなんだろうリ何かが詰まってる。夢や思いって言うて。ははは うん、なんかが詰まってて見えない未来が見えないという暗示なのかえ遅い,すごくい,い入ってきた時に言うやつだよ、入ってきた時に。遅いなお前。ドーナツよみんなさいこのブルーオーシャンのドーナツをどこに売ってるのあ、そこにもあるわソファにもブルーオーシャンドーナツが置いてある。いいわね。 わ、黒猫の時計だわ。この時計止まってる止まってるんかい褒めたら止まってるやつやんけ。これ何ですか、この絵は。センスがわからんな。あら、猫が好きなのかしら。猫の時計と猫のマグカップだわ。アダムとマグカップも売ってるので、ぜひとも買ってくださいね、皆さん。あら、本が散乱してるわね。あれ あれどうしたのよえ隠されてんのノートの切れ端かなんかがじゃあ,あるわけね。ここにはないわね。7枚あるみたいよ、7枚。家の中かしらどこかしら何この棒は刺すな、なんの棒なのこれ戦うの 鍵閉めなさいああ閉られるわけねおドラム式よいいわねドラム式の洗濯機よ壊れやすいと言うけどあお風呂場もきれいだわああト,トイレみたいな音トイレ流すときの音みたいなあらなにこれ 新聞紙新聞紙が丸められてるわ取れないわ多分このさすまたを持ってるからこれはな,なんか上かなんかのやつを取るためのやつあこれで詰まってるものを取れる取れるわ紙だわさっきのノートの紙だわ戻せばいいのうんあ読んでくれないの4月4日 やっとで引っ越しが終わった。初めての一人暮らしでとても楽しみだ。これで、ね、俺はじゃ男かい男かいやっと引っ越しで会おった。初めての一人暮らしはとても楽しみだ。これで俺は自由だ。母さんが言うには家賃がとても安いらしい。それも学生の一人暮らしとは思えない広さで。転校もしなくていい場所なんて神がかってるな。 ここんなとこ見つけられたなんて母さんラッキーがあるかよ <laughs> 今日は引っ越し祝いに母さんと父さんで3人で外食したんだけど2人ともずっと笑ってたなやっぱ俺は母さん父さんの笑顔が好きだな母さんと父さんは俺の家に1週間だけいるって言ってたな俺は全然1人でやっていけるのに2人とも心配性だなそんなに心配しなくても大丈夫なのになあこれ

父さんと母さんに手伝ってもらったから思ったより早く終われてよかったよ父さんはこの家はひどく気に入ったみたいで一週間と言わずもう少し言おうかななんて言い出した俺の家なんだからやめてくれ今日はオーナーが挨拶に来てくれたなんだかとても疲れたような顔をしていたけど大丈夫なのかこのアパートを借りた時に泣きながら感謝していたけどこんないい部屋こっちの方が感謝だ最後小さな声で本当に本当に、うん 本当に本当に申し訳ないって言ってたように聞こえたけど気のせいかな何か知っているのか何かを知っている先輩あのあれ っぽい感じリングみたいに次の相手に探さないといけないみたいな。住む相手をか徐々に出てきたあの、鉄塔の話みたいな感じだな。覗く覗いちゃおう、覗いちゃおう何が見えるのかしらえこれ外いや、外じゃないわね。何あれ何だのあれなんか下にあるわ。 何なのあれ何なのよ出ちゃおうかしらピー音やろうがお隣さんはあれ多分そこの覗いたところから 中が見れるみたいな、そういうやつどこに繋がってんのあれは。裏からいけるのかしら。何足音が聞こえたわ。あ、誰かいるわ。誰かいるわ。ロックしちゃう。すみません。大丈夫ですか聞こえてないのかな 手が血で濡れているような何なのしかも頭がお札こいつはやばい匂いがするいなくなったぞおい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 もしかして俺はここに住まわれた何か悪霊的なものを解き放ってしまったのではないのか大丈夫なのか何これ 誰もいないわ何なのなの。やめなさい。何なのなななあ、いたわあっ、何あ,あ、誰かいるわなあ、いるわなだは何ああ弟お、何よ何なのなん誰なのあなたあい、あ、何か取ったわ。何、何を取ったの私は。何が起こってんの何、どこなのここは。え なんで驚かないの私はなんはなのよ何もないなんもないの何もないじゃないのよはっなっるされてえっ葉っぱやんけ20円になったわお金が誰か来てるわこれって おばさんの車だよねぇ、ね、そうだよねじゃあおばさん来てるはずだわけどねぇあっんかあるわあ七70円になったやった70円になった何が買えるかしら70円この中途半端な一番中途半端よ70円がこれどうどうすんのよこれあいちょっとお前やめろあっここここじゃないのあっここよ窓から入っちゃうわこれ泥棒女泥棒女よこの子

そういえば朝アパートへ出たとき近所のおばちゃんらしき人たちが集まってアパートを見ながらひそひそ話してたんだけど何だったんだろう何かご用ですかって聞いたら何でもないって言ってすぐ立ち去ってたけど誰かに用事があったんじゃないのかな何の話をしていたんだろうか何かがあったんじゃないかあそういえばあれだ他にも何だ足跡がたまに足音が聞こえるんだよ ここにもありました。あっ、なんかでっけえのもある。まずこれから持っていこうか。で、これも取れないんですかあっ、アパートのメモ。このアパートは取り壊すことができない。取り壊すうと思い業者に電話しようとするが、なぜか何度か会話も繋がらない。はが急に来てになるが、取り壊すことは諦めると、元に戻る。お払いができない。 官主のお願いに行くといつも用事で神社にいない友人頼んで来てもらうことにするけど道中神主は事故に遭うお札は効果がないお札をたくさん買い部屋に貼ってみるが翌日には全ては貼られて床に落ちているお札を貼ると頭に呪いの文字が浮かび続けるアパートに火がつかない火をつけてもすぐに消える火をつけることはできないらしい アパートは売り続けなければならないこのアパートの住人は長くて一ヶ月しか持てない一週間くらいで呪われ体は乗っ取られるらしいそしてどこに行ったのか一人もわからないアパートを売ることをやめようと思ったしかし毎晩夢にうなされ続け誰ともわからない奇妙な声に人を連れてこいと言われるアパートを売らなければ自分だけじゃなく家族や周りの人に被害が出るのは経験上わかる りたくはない売るしかない今日も一人あの呪いによって誰がこの時刻をどうかしてくれ助けてくれ今ここで呪われたアパートだということを知ったこの女だが一切反応をしないなぜなのかアパート自体が呪いを 持っているやはり徐々にあったあの話と似てるな、鉄道と4月7日、今日は初めてお隣さんに会った。ドア開けたら隣の部屋に3号室に住んでいる人も出てきた。母さんからご近所付き合いを大切にしなさいって言われてたから挨拶したんだけど、一瞬大きな目でこっちを見て何も言わずに行ってしまった。今でもあの大きな奇妙な目が頭から離れない。それにあの歩き方といい顔といい。 他の人とは何か違うような。なんて失礼かそんなことより今日早速席替えしたら、あのミラちゃんの隣の席になった。これから学校がますます楽しくなるぞ今日は朝から父さんを見かけなかったけど先に帰ったのかな今の時期は仕事落ち着いてるって言ってたんだけどな。父さんも大変だな。大きな目でこちらを見ていた。すべて取ってしまったからな。どうしよう。 思い当たるところがないななんだこれ鳥かあ鳥が持ってるカラスよこしなさいカラスよあれ取れないえなんでカラスよこせダメだ何か物がないと取れないのかもしれないなカラスカラスに対して何かできるものはないかこの裏何もないわ 沖縄、昔の沖縄みたいだわ。もう一回戻ってみるっていうのはあるよね。そう、この子歩くの遅いのよ。魚拾えるわ。やったこれ武器になるわよ、この魚。何かいないなんなの何してるのあなた。ああなん、なんなのなんなのマグロよ、私これ、イワシなんなのあなたこっちにはイワシがあんのよ あ何かあるわ。あ、お金よやったわ。10円、10円持ってる女の子よ。奪ってやったわ。カツあげしてやったわ。このイワシを見せつけてやって、カツあげしてやったわ。あ、祈ってやるわよ。くさくさ魚狩り場よ。ほら。かかってきなさい。はっ、おばさんおばさんなんなのよなんで閉めるのよ 匂いがしたのそこまで、そ、そこまで強い匂いが発しているのこれ。すみません。あ。この、クサクササエクスカリバーで、カラス。あのカラスを、撃退するんじゃないかしら。でもこの最強の武器を渡しちゃっていいのかしら最強の武器を。ほら逃げなさいほら魚、クサクサエクスカリバーの力を見たか やったわ。やったわよ。何なのは違血が吹き出したわ。あら、10円、10円をそっから投げてくれたのありがとう。ありがたいわね。4月8日。今日は母さんの期限が一日中悪かった気がする。朝のおはようもいつもの笑顔じゃなかったし。父さんはって聞くと。うるさい 今までこんなちょっとしたことで怒鳴られたことなんてなかったのに父さんと喧嘩したのかな一回だけ母さんから話しかけてきたんだけどあの幼なじみのあいつ呼んできたんだってさあいつももう高校生だし男の家なんて来たくないと思うけどそれも一人暮らしの男の家にさでも母さん一人暮らしの最初反対してたし安心したいのかもなだから近いうち呼ぶって話したら母さん笑ってたなでもあの笑顔 不思議な感じしたなあ,あそうか目が笑ってなかったからだ少し不気味な気もしたけど気のせいだよなあ私は幼なじみだったの兄弟だと思ってたわ私はこの子の幼馴染そうそして呼ばれたのこの家に今の話の流れからすると私が呼ばれた理由なんか分かっちゃったような気がするわ母さん あの幼馴染の母さんは知っていたのねよくも、はめやがったな幼馴染のマザーよクソババアメこの私をはめたなそうだ。あの血が噴き出したところ、ちょっと見てみたいわ。どうなってんのかしら。まずいところに、入り込んでいる。 赤くなってるわ。部屋の中が。おー素だわ。呪いの言葉。あと十円をあのババアから取ってやろう。おばさんあやったばあさんが十円を渡してくれたぞ 4月9日、母さん朝から見なかったな。車も置いたままだったけどどこに行ったんだろう。昨日も様子がおかしかったし心配だ。今日はミラちゃんと話せて超ハッピーなのに、なんだかテンション下がるな。父さんと仲直りして家に帰ったならいいんだけど。そうだ。母さんがあいつが家に来ることを望んでたから、あいつを呼んだら母さん喜ぶ母さんがあいつが呼い 母さんがあいつが家に来ることを望んでいたからあいつ呼んだら母さんも喜ぶ母さんがあいつが家に来ることを望んでいたからあいつを呼んだら母さん喜ぶかもしれないなあいつもなんだか家に来たそうな感じだったし明日にでも誘おうと思うあいつ来るかなスムーズです、はい、さあラストの神 あの車かっていうことは鍵だ鍵が必要だな。あ鍵だわ鍵だわ昔の鍵だわ何もついてないわアクセサリーも。よーし。開いたわ。これで最後じゃないのこれで全ての謎が解けるわでももう、彼らはいないからな。どこに行ったら 何なのこれ鏡がこんなところに置いてあるわ。まるでモノリスのように。何なの私の姿が見えていないという、そういうことなの。ん血えここは閉まってるのに、ここでは閉まってない。鏡の世界と、この世界は別ということなの。あ違うわあなんかぶら下げられてると思ったら、ただのなんかポストポストの。 やつだったわろう誰か入ったの家の中に入られているの逃がさないよ。残りは読めない。あいつには悪いけどもう帰ろう。あとで連絡しとけばいいよね。そうよね。帰るしかないわ。ただ、な何なのこれ。なんでこんな。どういうことなの椅子が上にあるわ。 何かを取ろうとしたのそういうわけではない。何かやばいわ。大丈夫なの開くのよね開かないわ開かないわどういうことなの誰もいない。閉じ込められたわ開けなさいあ、覗けるわ。覗くわよ。何かいるの貴様ら、測ったな 俺を閉じ込めやがったああああああなんで一緒に住む一緒に住むの一緒に住んだ一緒に住みました幸せな話幸せな話です家族みんなで住むことになりました。はい。ということで、自己物件でございました。えー、誇張したけど、 めっっちゃビビったあの最後家の中にいた時皆さんご視聴ありがとうございました。